介護保険の保険給付に関する基本的な考え方。保険給付は、次の点に配慮して行われなければなりません。要介護状態等の軽減、または悪化の防止。医療との連携。被保険者の選択に基づく適切な保険医療サービス、及び福祉サービスが、多様な医療者または施設から総合的かつ効率的に提供されること。可能な限り、居宅において自立した日常生活を営むことができること。保険給付の種類。介護保険の保険給付には、次の3種類があります。1. 介護給付。要介護者が対象。被保険者の要介護状態に関する保険給付。幅広いサービスを行う。2. 予防給付。要支援者が対象。被保険者の要支援状態に関する保険給付。施設サービスはない。3. 市町村特別給付。任意給付。上記のほか、要介護状態等の軽減、または悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの。介護給付または予防給付は、要介護状態等につき、労災保険等の給付であって、介護給付等に相当するものを受けることができる場合には、行わない。第1号、被保険者の保険料を財源として、本法で定められたサービス以外のサービスを行うことができる。保険給付の対象となり得るのは、全被保険者、40歳以上のものです。65歳以上のもののみを対象としているのではありません。サービス事業者等に支払われる介護報酬の請求に関する審査、支払い等の業務は、国民健康保険団体連合会が行います。保険給付の通則として、次のような規定があります。1. 不正利得の徴収等。市町村は、不正受給者からその給付の価額の全部または一部、特定入所者介護サービス費等の不正受給の場合は、さらに不正受給額の2倍以下の加算金を徴収できる、医師または歯科医師に連帯申す命令も可能。2. 帳簿書類提示等の命令。厚生労働大臣または都道府県知事がサービス等を行ったものまたはこれを使用する者に対して行うことができる。3. 受給権の保護等、譲渡、担保提供、差し押さえ及び効果は、例外なく禁止される。介護給付。14種類の、居宅介護サービス費。特例居宅介護サービス費。居宅介護福祉用具購入費。居宅介護住宅改修費。地域密着型介護サービス費。特例地域密着型介護サービス費。居宅介護サービス計画費。特例居宅介護サービス計画費。高額介護サービス費。高額医療合算介護サービス費。特定入所者介護サービス費。特例特定入所者介護サービス費。施設介護サービス費。特例施設介護サービス費。予防給付の12種類。介護予防サービス費。特例介護予防サービス費。介護予防福祉用具購入費。介護予防住宅改修費。地域新着型介護予防サービス費。特例地域密着型介護予防サービス費。介護予防サービス計画費。特例介護予防サービス計画費。高額介護予防サービス費。高額医療合算介護予防サービス費。特定入所者介護予防サービス費。特例特定入所者介護予防サービス費。居宅サービス等の費用の100分の90相当額が支給されます。利用者負担は1割です。ただし、65歳以上で、現役並みの所得、合計所得金額が原則220万円以上、があるものは3割負担、一定以上の所得、同160万円以上、があるものは2割負担となります。アプランの作成等にかかる費用については、利用者負担はありません。しつらえサービス等における食費、居住費は、利用者が負担することとなります。利用者負担額の合計額が上限額。1割負担の利用者にあっては、世帯で原則44,400円を超えた場合に、その超えた額が支給される。医療保険の高額療養費に相当する。高額医療合算介護、介護予防、サービス費。世帯単位での介護保険の利用者負担額。
高額介護、介護予防、サービス費が支給される場合には、その額を控除した額、および健康保険等の一部負担金等の額、高額療養費が支給される場合には、その額を控除した額、の合計額が、一定額を超えるときに支給されます。介護保険と医療保険とにまたがる負担軽減制度です。対象となる利用者負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費にかかる負担額、および施設サービス等での食費居住費の負担額は、含まれません。計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。高額療養費等を受けていない場合でも、要件を満たせば支給されます。地域支援事業。市町村は、地域支援事業として、次の表の介護予防、日常生活支援総合事業、包括的支援事業などを行います。地域支援事業、介護予防、日常生活支援総合事業、総合事業、被保険者の要介護状態等となることの予防、または要介護状態等の軽減、悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行う次の事業、居宅、要支援、被保険者等に対する一定の訪問事業、通所事業、生活支援事業、及び介護予防支援事業、介護予防、生活支援サービス事業、第1号、被保険者の要介護状態等となることの予防、または要介護状態等の軽減、悪化の防止のため必要な事業、一般介護予防事業、包括的支援事業、総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために行う次の1から6の事業。1、被保険者の実情の把握、総合的な情報の提供、総合的な支援を行う事業。2、被保険者に対する虐待の防止、早期発見、権利擁護の援助を行う事業。3、包括的、継続的、ケアマネジメント支援を行う事業。4、専門的、知識を有する者による在宅医療、介護の連携推進の事業。5、日常生活の支援、及び介護予防にかかる体制の整備、促進の事業。6、専門的、知識を有する者による認知症の早期対応、総合的支援を行う事業。地域包括支援センター。地域包括支援センターは、地域支援事業、介護予防支援事業及び包括的支援事業、その他の事業を実施し、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とするものであり、地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関として、市町村が設置することができます。地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うこと等により事業の質の向上を図らなければなりません。また、市町村はその事業の実施状況の評価を行うとともに必要な措置を講じなければなりません。地域包括支援センターには保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員等が配置される。センターの設置数、全国で約5100、市所を含めると約7300箇所設置されている。その設置は委託することができ、設置主体は市町村直営が約2割、委託が約8割である。